カウボーイビバップ、カウボーイビバップ、カウボーイビバップはサンライズ制作の日本の SF アニメ作品。テレビ東京系などで1998年、平成10年4月から同年6月にかけて、全26話中の一部、口述が放送され、その後ワウワウで、同年10月から1999年、平成11年4月にかけて、全26話が放送された。 また、2001年、平成13年9月には、劇場作品、カウボーイビバップ天国の扉が公開された。1998年、平成10年11月開催の、第3回アニメーション神戸で、作品賞、テレビ部門を受賞。2000年、平成12年の日本 SF 大会で、西雲賞メディア部門を受賞。 2071年の火星を中心とした太陽系を舞台に、オンボロ宇宙船、ビバップ号に乗って旅する、賞金稼ぎのスパイクスピーゲルラ乗組員の活躍を描く SF アニメ作品である。粋なセリフ回しやクールな映像、痛快なメカアクションやガンアクションなどが特徴。本筋はハードボイルドタッチだが、話数によってテイストが異なり、サスペンスやホラー、 ドタバタコメディ、サイバーパンクなど振り幅が大きい。ビバップというタイトル通りジャズをはじめ、ブルース、ロック、テクノなど多彩なジャンルの音楽を BGM として使用し、その独特の世界観と相まって既存の SF 作品になかった得意なスタイルを築き上げた。監督の渡辺慎一郎曰く、それまでやりたくてもやれなかったことを全部ぶち込んで作った作品であり、 毎回20分の映画を作っているつもりでしたと語っている。放送当時は、ルパン三世に類似するという声が多かったが、渡辺によれば、むしろ、次回予告ナレーションを含めて、松田優作主演のテレビドラマ、探偵物語に近いという。また、本作の特徴の一つに、その世界設定から、登場人物のデザインに、人種的特徴がよく現れている点が挙げられる。 キャラクターデザインを担当した川本敏弘によれば、これは渡辺監督から許可が出たためとのことである。国際的な評価も高く、欧米での反応参照。北米ではいくつか実写化企画も立ち上がっている。詳細は実写化企画についてを参照。制作を担当したのはサンライズ第2スタジオ。中心スタッフは、 渡辺や南正彦プロデューサーが以前関わった、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー、機動武闘伝 G ガンダム、マクロセラス、天空のエスカフローネの人脈が集められた。南らは、テレビシリーズ制作後にサンダイズから独立して、ボンズを設立し、劇場版はボンズが制作を担当した。サンライズはもともと、玩具の商品化を前提にしたオリジナルの、 ロボットアニメを数多く制作しているスタジオであるが、本作もスター・ウォーズシリーズの人気再沸騰で宇宙船ブームが来るとたバンダイホビー事業部から宇宙船のプラモデル展開ができるアニメというオファーが届いたことが企画の発端になった。渡辺は南から何か企画はないかと聞かれ、アメリカのマウンティハンター家業をヒントに近未来の宇宙を舞台とする無国籍アクションものを その場で思いついた。コンセプトは、スペースオペラならぬ、スペースジャズで、企画タイトルは、流れ星ビバップ。ついで、シューティングスタービバップ。しかし独特の作風に、周囲の反応は悪く、サンライズが、同時に進めていた、別の企画と一緒にさせられそうにもなった。スポンサーが、これじゃ、宇宙船売れないからと降りてしまい危やうく、ボッツになりけたが、 バンダイビジュアルの協力で放送にこぎつけた。サントラを発売するレコード会社にはジャズなんて日本で何枚売れてると思います。と反対され、カンノも最初はジャズなんて絶対に入れないよと思ったという放送前に第一話を見た関係者の声は渋すぎる。売れないよ、これだった。ガングのロイヤリティ収入が見込めない分音楽 CD と 映像パッケージによる投資回収計画が緻密に練られた。結果的にはソフト関連がヒットし、本作はビデオと音楽 CD のセールスでガンダムシリーズに匹敵する。実績を挙げた後サンライズは述べている。南によると制作費がかなりかかった作品であり、社長に、南、お前は会社を潰す気かと言われるほどだったという。ただし、08。 機動戦士ガンダム第 08MS 招待ほどはかかっていないですと述べている。オープニングエンディング曲と作中の BGM は一部を除いてすべて菅の用語が作曲しており、カンノラ国内外の音楽家が参加したシートベルツ、ザ・シートベルツが演奏した。エンディング曲以外にもボーカル曲が多用されている。サントラ第一弾は第13回日本ゴールドディスク大賞。 アニメーションアルバムオブザイヤーを受賞した。また、1999年、平成11年8月16日に、渋谷 o n a ースト、2001年、平成13年8月10日には、渋谷アックスでシートベレッツのライブが開催され、どちらもチケットが即日完売した。主題歌のタンクは、2016年のカナダフィギュアスケート選手権において、 カナダの男子シングル選手ケビン・レイノルズのショートプログラムに使用された衣装はスパイク・スピーゲル。本作は地上波放送枠がなかなか決まらず、オンエアに至るまでには2年近くを要したが、テレビ、東京系列で放送予定だった、ある作品の制作が間に合わなかったため、急遽一クールもの13話として、全26話中12話、2、3、7から15、18、 総集編というイレギュラーな形で放送されることになった。テレビ、東京自身は制作にあまり関与していないため、担当者はシニアアニメと同じ番組担当とクレジットされた。各話冒頭のサブタイトル画面では、セッションという本来の話数の他に、第0回という地上波放送の話数が追加表示された。1話完結スタイルなので連続ストーリーものよりも、 混乱は少ないが、地上波放送1回目は、本来の第2は、セッション2から始まるので、冒頭に、世界観の説明テロップが流された。地上波放送版では、自主規制が行われ、暴力表現及び性的表現、光の明滅が修正、カットされている。これは、制作開始時から放送までの間に、神戸連続児童殺傷事件やとちぎ、 女性教師殺事件といった未成年による凶悪事件が起きたことやポケモンショックによってテレビ東京の規制が強まったためである。最終回である総集編、寄せ集めブルースはこれらの規制、カットに対する抗議をメインキャラクターたちの独白という形でとろしたもので通常の総集編とは異なり物語自体にはほとんど言及していない。エンディングは This is not the end. You will see the real cowboy bebop sunday. これが終わりじゃない。いつか本当のカウボーイビ bebop を目にするだろう。という挑発的なメッセージで締めくくられている。この回はその後の再放送から除外され、DVD など映像ソフトへの収録も行われていない。テレビ東京での放送終了から4ヶ月後には、 1998年10月から1999年3月にかけてワウワウのノンスクランブル枠無料放送で全26話が放送されたためテレビ東京系を視聴できなかった地域でも視聴が実現したアメリカではビデオと DVD が先行発売され2001年9月1日からアニメ専門局カートゥーンネットワークのアダルトスイム枠で 全米放送、TV-14、14歳以上限定され、人気を博した。ただしこの放送では地のり、女性の裸体描写などが修正されているほか、アメリカ放送コードの関係や、同時多発テロの影響から、初回のみ6、コロンバイン高校縦乱射事件を連想させるため、8、ハイジャック、22、ビル爆破は放送されていない、直後の再放送では放映。 2009年、キアヌ・リーブス主演によるハリウッド系実写映画化プロジェクトが進行中と発表されたが、その後に資金難で制作中止の危機に瀕していることが報じられていた。この件に関し、渡辺は2013年に開催されたロンドンのコミケ、コミックコンで行われたレッドカーペットニュース TV のインタビューで、詳細は明かせないとした上で、 実写化のプロジェクトは進行中と述べている。また、自分の作品が実写映画化されることについては、カウボーイビバップという作品はアメリカ映画に影響を受けて作った部分が大きいので、アメリカ人がそれをどういう風に映画にするのか興味を持っていますと語ったほか、日本アニメのハリウッドでの実写化については、アニメのフィーリングを壊さないようにしてほしいと思っています。 と実写映画への希望を述べている。そこから少し時が経った2017年、サンライズは、米国テレビコンテンツ制作会社トゥモローストディオスが、カウボーイビバップをハリウッドで実写テレビシリーズ化の企画開発を弊社と共同で制開始したと発表。これは、上記の映画化とはスタッフが異なる。時は2071年、宇宙開拓時代を迎えた人類は、 太陽系内に生活圏を広げており、悪化する治安への対策として、指名手配犯を捕まえる賞金稼ぎ、いわゆるカウボーイたちが活躍している。カウボーイ家業を営むスパイクスピーゲルと相棒のジェットブラックは、古い漁船を改造したオンボロ宇宙船、ビバップ号に乗り込んで宇宙を駆け巡っている。大物の賞金首を捕まえることも、ある一方、その荒っぽいやり方に巻き込んだ。 一般市民からの損害賠償請求も多い彼らに、金銭的余裕はない。そんなビパップ号に、奔放な美女イ・バレンタイン、天才ハッカーのエド、犬のアインが転がり込む。おのおの何かしらの事情を抱えながらも、一同は、ビパップ号で緩やかな絆を育み、行く先々で様々な騒動に巻き込まれる。2022年、月での異想さ空間ゲートの実験中に大事故が、 発生する。事故の結果、月の表面が大きくえぐられ、地球上にはその破片が大量に降り注ぎ壊滅的な被害をもたらした。この事態により地球は死の星と化し、人類は外惑星へ移民せざるを得なくなり、皮肉な形で長年の夢であった宇宙時代を迎えることになる。人類の生活圏は急激に拡大することになったものの、ゲート事故以来、 約20年にも及ぶ、無政府状態は深刻な治安の悪化を招いてしまった。そのような状況に対して、警察にも手に負えないほどの多量の犯罪を取り締まる、ため、アメリカ西部の時代に習って、犯罪者に賞金をかけ、その摘発を一般から公募するというカウボーイ、小稼ぎ制度が制定されることとなる。ゲート事故により国家は、なし崩し的に崩壊し、人類は、 人種も民族も混ざり合いながら宇宙へ進出し、2071年の世界では土星圏までに進出、かつてない繁栄の時代を迎えている。火星や金星、タイタンなど人が居住可能な星では大規模なテラフォーミングが行われて、地表に地球上と変わらない都市が作られ、そこで普通の生活を営んでいる。一方、ゲート事故によって、 甚大な被害を受けた地球ではその後も月の破片が隕石となり日常的に降り注いでいるため人類は地下での生活を余儀なくされている。位相差空間ゲートによる宇宙航海、ナノマシン、サイバネティックスなどの技術が実用化され反対用系コンピュータ通信ネットワークも運用されてはいるものの急速な社会の拡大が発達のアンバランスを生んでいる。そのため 宇宙トラッカーたちは自分のトラクターの運転席に相変わらず様々なガラクタを飾り付けており、お守り、だるまなど、街角では辻占いが街を歩く人々に声をかけ、バーでは商工種、老酒が飲まれているという、どこか懐かしさを感じさせるローテクな20世紀末から21世紀初頭の雰囲気と高度な未来界が共存する世界となっている。各惑星で、 民族や人種が混交しながら生活を送っているといっても、各々にコミュニティを形成して生活を営んでおり、各惑星は中国語、英語、アラビア語などの看板、標識が乱立して街を埋め尽くすように立っている。民族同士の反目、対立もなくなってはおらず、エスニックグループによる犯罪組織も存在し、各民族社会に深く根を張っている。 レッドドラゴンのような大組織ともなると、火星の大都市に、大門入りの巨大ビルを堂々と建てている。セッションはテレビ東京を除くすべての放送での放送話数。大会はテレビ東京での放送話数。カウボーイビバップ天国の扉は、2001年、平成13年9月1日公開のアニメ映画。主役4人と1匹が健在であり、ビッグショットが放映中。 そして侍姿のアンディがハロウィンの群衆の中にいることからセッション22から23の間のストーリーであることがわかる。2071年ハロウィンを目前にした火星のクレーター都市アルバシティ。その高速道路でタンクローリーが突如爆発炎上した。事故発生現場周辺に居合わせた人々は原因不明の症状を訴えて次々倒れていき。 事件の死傷者は400人を上回る大惨事になった。苦しみながら次々と死んでいく被害者を見た警察は正体不明の生物兵器を使用したテロの可能性を示唆する。火星政府はこれを受け犯人に史上最高の3億ウーロンという巨額の懸賞金をかけることを発表した。別件で盗難カードの使用情報からハッカー。 リー・サムソンを追っていたフェイが偶然このことに出くわして現場を撮影。そこには手の甲に入れ墨がある男が映っていた。3億ウーロンを手に入れるため、ビボップの乗組員たちはその男を探し始める。2018年11月28日、大手配信サイトネットフリックスで本作の実写ドラマ化が決定した。全10話構成で制作される。ここでは、 ゲーム版に登場したキャラクターについて記載する。バンダイビジュアルより発売。なお、パッケージ画の異なる TV シリーズのレンタル版、DVD、全9巻、BCDR-0148 から0156は2003年12月21日に、劇場版のレンタル版 DVD、BCDR-0006 は200年7月25日に、リリースされた。 いずれもビクターエンタテインメントより発売。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。